1ヶ月前に監督から、うん、イメージトレーニングだけ しといてって。したの？あ、だから1ヶ月しました、だから。イメージトレーニングを。あ、実質だから1ヶ月しました。いやいやいや、イメージでしょ。はい、はい、玉握ったのは今日。いや、イメトレの中で握ってました。うんうん。で、実際の玉握ったのは今日。今日です。今日じゃん。はい、でも イメトレの中で握ってたんで。うん、分かった分かった。感触はあれなんだ。釣り目のために切れそうだったわ。来ててよかった。釣り目のために切れそうだったよ。どうでした？今のどうでした？すごい弱った。1ヶ月。あ、なんすか、さっきの。なんすかこれ。さっきのっていうな、今のことも。結構あれだよね。ちょっとピリッとしたよね。ピリッとした。ファンの人が今一番違うタイミングでうわーってなっちゃってる。そうそうそう、その釣り目が本当に1ヶ月練習したんだったら、はい、やべっと思って、どうしようと思って、ショートゴロぐらいやったし、なんかあーもうかぶちゃったと思って、どうしようと思って、はい、釣り目かわいそうだなと思って。でも1球目で、まあ、あんまりやってないなと思ったから。釣り目の1球目、1球目ひどすぎん。え、1球目どんな感じでした？忘れるな。片時も忘れるんじゃねえぞ。あの球を上の方行ったよね。もうすごかったね。本当ですか？でそれ見て、あ、まあまあやって、まあそんな、まあ忙しいし、まあ、でも緊張とかもあるしね。でもやる人いますよね、プロでも。あってプロ、まあまあ確かに来るんだったら。プロを巻き添えにすんなよ。はい、ちょっとやりたかったんだよ。ない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 、ちょっとない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 、僕ともやいいですか？いいですよ、全然。実際体感してみたいな。あ、確かにね。あの、これ何だ、ガチでガチでやりたいですか？ガチでやりますか？ガチで。わかりました。うわ、めっちゃいいよこの絵。この中打ったらめっちゃいいよ。ガチでいきますよ。はい。お前が手加減するという選択肢はないんだよ。やるからには本気で。文慶さん対青木かな。神田です。いやいや、下がっちゃってる、下がってる、下がってる。あああああああ、なんで体当たってたよ。当たってないわ。ヴァンパイアぐらい声出してたけどな。スライクって言ったのかと思ったわ。あー、バッターアウト。怖い、すごいよ。だからトミー、いや俺まあまあ野球ちょっとやってたからね。おい、ちょっとマジで、の、ま、何の動画これマジで。ちょっと何これ、ずっと一回も二人が画面に収まらんのやって。えい。その時に俺らの空気感になりすぎんのやめようって話したじゃん。それな、めっちゃ聞いてると思うよ今。サブちゃんでしょ。でもん、いや分かった、これはサブちゃんだけど。でもその青木かのんさんに、うん、今真剣に動画の準備してる、ね、準備されてるじゃないですか、うん、さりげなく帰る。帰る。だから、うん、さりげなく周りでちょけてみる。でも限界まで疲れちゃったな。
遊びすぎて確かにすごい走ってる。やっぱ野球場ってちょっとテンション上がるね。テンション上がるね。え、ここいくらだと思う？いくら？トミー分かんのかな。どうだろう、びっくりしたんだよね。8万とか。そうだよね、俺もそんぐらいだと思ったの。6000円です。安っ。普段借りれますよ。 4,5 時間ぐらい借りて、うん、6000円なんだって。毎日借りようぜ。簡単な感じで。なんで？だって4億分の6000円いくない？4億ないよ。確かに4億ないよ。確かにな。6000、1日6000だったら30日借りても18万だよ。俺の貯金だとして前提した前提で喋ってない当たり前に。やった。いや一銭も変だよ。野球しよう。違う。いやいやいや、怒るからそれ。少なく言うなよ。ああ違うよ。すいません、なんか違うよ。少なく言うなよとかないから。ちょっと少なく言うなよって思ってるから。違う違う違う。聞いて、これ安いでしょって思う。4億？いや違う違う違う。ややこしいややこしいややこしい。その体育館とかでさ借りるってなると4-5万かかったりするじゃん。1時間5万とか高い。高い。体育館でびっくりすんのよ毎回。うわ高い、ね、こんなかかるんだ、うん、みたいな。ここ6000なんだ安っ。この規模の場所取ったら、うん、スタジオとかだったらもう10万いってもおかしくないよね、うん、普通にね、うん、5時間ここでさ、うん、なんか休日とかさゆったりするとか最高じゃない？ここ休日貸し切って読書するとかさ。うわ嘘だよ。すげえわやっぱ嘘だよ。冗談じゃん。ここ貸し切ってこいつここで読書するだろ。すごいやすごいやすごいや。突っ込めよ。YouTuber やっぱすげえや。ふざけたこと言ってる場合はさ突っ込んでくんないとさやべえやつになっちゃうだろ。俺だって休日あったらバイトするもん俺。ずるいな。ずるいな。ずるいな。本当に。空見ながらさこうしながら喋ることは全部本当に聞こえちゃうんだから。ラーメン屋でバイトするもん。ほうき乗るなよ。ほうき乗るなよお前。そっちの方が早いかなって。あーすごっ。編集むずっ。ガキやん。いやいや、いいよ、ほうきが言うこと聞かない。いやいや、暴れ馬のほうきの。いや、あったけど、ハリーポッターでそういうシーンなんかあったけど、なんかほうきが言うこと聞かなくてこわーみたいな、あれを乗りこなせるのはあんまいないみたいな。ニンバス2000みたいな。あったけど。嘘だろ。え、今これ何時？今15時ちょい。まだ5時。なんかそう、さっき思ったのすごい5時ぐらいの感じだな。ちょっと雲がかかってきてます、向こうだけ。いや。メインワール。メインワール。シュミレーションだよ、シュミレーション。ずっと一斉の服だったやめてマジでマジで大丈夫だよマジでこうそれが 一番審判っぽいなとか言って剥ぎ取られてドロドロにしてる。ずっと転がってこの人その服ネイマール重罪だから。いやマジですごい転がるやん。ただのお前背中マジで取ってやるよ。あぶねありがとうございました。ありがとうございました。またちょっと、はい、やばわ。呼ばれるな。また呼ばれるな、こいつ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあ、弟だけ借りとくね。あ、今弟ちょっとまだ。なんか送ってあげてくださいね。うん。なんか送ってあげて。じゃあ、カンタ VS トミー。野球対決。俺真ん中でいいんですか？JSBB。 俺真ん中でいいですか？ JSBB は真ん中でいい。今日 JSBB 来てくれてます。いやなんか嬉しいです。いや中学 JSBB SSK SSK、うん、っていう人が来てくれてます。はい、ありがとうございます。いやなんか中学の時の自分に。いやすごいよ、そのまま言ったら JSBB になっちゃう。すいません、ちょっと緊張で頭いっぱいなんですよ。わかんないけど。で BB と、まあ、BB で行くんですか今日？今日っていうかもう JS 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 です。じゃあ BB の方がいいです。BB ベースボールなんでこれ。はい。BB にしてください。じゃあ。じゃあ BB の対 BB 対トミーってこと？違う違う。この二人の対決に俺が手伝いするって感じ。ああそっか。BB、はい、お願いします、はい。お願いします。じゃあ俺 BB は釣り目の弟です。いや、じゃあ違いますよ。違いますよ。いややこしいって。マジ初めてお会いしましたよ今日。久々に投げるな。あの日の悪夢を思い出すわ。確かにそんな日やったな。
マジで練習してて。ちょっといいですか、あ、練習していい？こうやって持つんですよ。はい。うわー、肩痛いな。うんうんうん、いけます。またね、人がね入るとまた変わるからね。ガチで行くわ。え、ガチ勝負お願いします。もうバスケだと思ってやるわ俺にとってのね。あ、マジでね。ああホームランです。フェンスカシャーン。もう一回やろう。カットしないでしょ。今の十分ですよ。めちゃくちゃ飛んだな。じゃあもう一球やる。もう一球ね。もう一球。あ、ちょっと低いですか。ゴロ。いや、どこがやねん。どこがやねん。さすがにレフト前ではあるんじゃない。マジ。じゃあいいよ。逆やる。で、だからホームランとレフト前以上だったらカントの勝ちよ。エンタイトルツーベースだったらいいってこと。分からんけど、エンタイトルツーベースに重き置いてる謎だけど。危ないから。危ないから。お父さんになっちゃうから。いや、メジャーね。やばいからね、お父さんが。お父さんだったらマジでやばいから。怖いね、やっぱね、バッティングのここの速さ。そうですね、で、多分カントちょっともう半歩こっちです。おバカじゃないの。いやいや、もう半歩、はい、こう？もうギリギリです。うわ、言うてる。言うてるよ。な、言うてます。こういう。いや、怖い。内角ブン。ももも、バーンだよ。もも、後なるよ、あんなだったら。なになに。え、いや、余裕だっつってんの。いや、言ってた。余裕っつって、ってた。もうやばいよ、あんな当たったら肉、筋肉がこう切れちゃう、繊維。ボールの後そのまま技になるよ。なんで怖い。ビビらせてくれ。よし、マジでいくわ、俺。あら、おっ。いや、汚な。めっちゃ汚い。ちょっと当たったよ。デッドボールだろ。ごめん。やったよね、今やったよね。何やったよね。ここにバシコン。当たった。壁に、いや、避けてこけて壁に当たったのがそこに当たる。こうやだって。そんな耳でさ、見た。めっちゃ怖いよ、でも。来たよね、今結構。いや、そうかもしれない。ごめんね、言ってんの。いや、マジで汚い。半袖でやります。あ、でも怖いから。いや、まあ、でも今のはボール。今のはボール、ボール。今のでただのボール。はい、はい、全然ルールしっかりしてない。じゃあ、トスバッティングみたいな感じで投げていただいてもいいですか。 BB にやってもらって。あ、じゃあ僕投げます。ちょっと俺の、あ、そこ危ないかな。いや、こう打っちゃう可能性ある。すぐ避けるんで。本当？僕もつけてるんで大丈夫です。めっちゃ怖いわ、それが。俺が怖いわ。いや、でも避けるんで大丈夫です。本当に？本当です。絶対当たる。いや、ちょっとなるべく横にいといて。そうすると逆に多分打ちづらくなっちゃいます。ああ、いや、打つのは打てるから。了解です。
いや、大丈夫です。ここから投げて吸っていい。ああ、わかった。じゃあ本当に気にしないね、これ。いいですよ、はい。いやもう僕年下なんで気にしないでください。年下のこと別にそんな感じは思ってないよ。どの辺がいいですか？あ、もうどこでも。じゃあ真ん中で巻いた方がいい。行きます。本当にすぐ避けて。大丈夫です。行きます。野球舐めんなよ。いや俺のセリフです。いやそれはマジ。それはマジ。俺じゃ。はい。行きます。せーの。おいよ。もう狙い通りすごいぴったりいったよ。楽しい。外行くわ。外。ああ。場外。はい。外。せーの。お、いいやん。わ、行くんじゃん。行くんじゃん、これ。めちゃくちゃいいっすよ。行きます。せーの。うわぁ！おーい！すごい。いやいやいや、よかったよかった。めちゃめちゃよかった。これどうしたらさ、柵越えんのかな？ホームラン打ちて。じゃあラストぐらいですか？はい、決めるわ。いきます。せーの。はい。